1956年スズライト SF 型スズキ、スズライトは日本の自動車会社のスズキ自動車工業が開発し1955年に発売した軽自動車であり、同社が初めて生産した市販型四輪自動車である。2008年にその後の軽自動車のあり方を示唆、歴史に残る名車と評価され、日本自動車伝道歴史者に選ばれた。また開発者である、 稲川聖一も同時に殿堂入りした。1909年、大工から身を起こした鈴木道夫によって静岡県に創立された鈴木式食器は地元静岡で自動食器の製造を始め海外へも市場を拡大して順調に事業を拡大した。1930年代、鈴木道夫は事業の多角化のため自動車産業への進出を目指し、 1936年、イギリスの小型乗用車オースチン7を導入して、研究に着手。数台の試作車を製作した。しかし、折からの太平洋戦争の戦火の拡大により、乗用車生産計画は中止に追い込まれた。終戦後、食器需要の低迷で、経営不振に陥った鈴木式食器は、経営改善のためその当時広まりつつあった。 自転車用補助エンジンの分野に進出、手始めとして、1952年に自転車用補助、エンジン、パワーフリー、ダイヤモンドフリーを相次いで発売した。1954年には4ストローク 90cc の本格的小型オートバイ、これらを発売し、徐々にバイクメーカーとしての地方を固めた。6月には社名を、鈴木自動車工業に改め、 本格的な自動車メーカーへの進出の準備を開始した。二輪車事業の基礎を築いたのは、鈴木道夫の娘婿であった、当時の常務、鈴木俊蔵と、研究部長の丸山義力である。当時の日本はまだ戦後混乱期からの復興途中であった。多くの国産自動車メーカーは、乗用車分野では、アメリカ、イギリス、フランスのメーカーと提携、部品を輸入し、 自らの工場で組み立てするノックダウン生産からスタートし、その部品を段階的に国産化する途上であった。また、軽自動車という規格はすでにあったものの、当時の技術では乗用車として成立することは不可能であると考えられており、フライングフェザーなどのように町工場規模で細々と製造されているに過ぎなかった。そして、 軽自動車規格での乗用車開発は十分な資本力や技術力が投入されず早々に頓挫する事例がほとんどであった。1953年末の時点で春造常務と丸山ら開発人は自転車補助エンジン販売ビジネスによる鈴木式食器の経営改善に気を良くし、さらに本格的なオートバイ開発へのシフトを進めた。一般的な考え方からすれば、 無難で堅実なステップアップが図られつつあった。ところが社長である鈴木道夫は戦前に頓挫した四輪小型自動車開発への再挑戦を目論んでいた。半ば無謀であったが、道夫の四輪自動車自社開発への情熱は極めて強いものであった。このため春蔵も器具を抱いて反対したが、義父を止めることはできなかった。とはいえ、道夫も四輪車開発に 社内から大量の資金や人員を投入できないことは承知していた。このため、あえて二輪部門の技術者を使わず、設計能力を持つ技術者少数を別部門から選抜することにした。そこで抜擢されたのが、自社生産本部所属で、食器設計経験もあった三名の若手社員、稲川聖一、鈴木博氏、当賢治であった。1五十四年一月、 道夫社長の指示で社内に小規模な四輪研究室が設置されたが、配属された稲川たち3名は自動車運転免許も持っていない状態であった。4月に静岡大学卒の新入社員2名が配属されたが、2名とも大学時代に運転免許を取得していたのが、配属理由であった。社内からは、四輪開発は時期尚早との批判も強かったが、鈴木道夫は、 自らの直轄部署として四輪研究室を庇護した。バックアップのため、春造常務同様に自身の娘婿で戦前に丸山義親とともに四輪車試作開発に取り組んだ経験のある取締役製造部長鈴木三郎に講演の指示を行うなどして5名の研究員たちを講師もに交流したという。手探りで研究を開始した稲川たちは、 道を社長に要請し、1954年2月以降、フォルクスワーゲンビートル、ルノー 4CV、ロイト LP400、シトロエン 2CV を順次購入。試験運転するとともに、繰り返しての分解による研究も図られた。これに際しては、戦前のオースチン研究に際して、鈴木サブロー部長の下で、実際の分解研究に当たった。 ベテランスタッフが四輪研究室に派遣され、ダットさんの分解などを実地に行って、研究室員たちを指導した。元々の知識、技能が不十分だけに相当部分で参考車両からの模倣に近い開発を行わざるを得ないことは、開発陣も承知していた。鈴木式食器の持ち合わせた技術や、設備の範囲内で製造できなければならないという制約もあった。 4ストロークエンジンやエンジンの縦置きレイアウトは、カムシャフト研磨装置や精密な特殊ギアの歯切り機がなく、それらの高度な工作機械を購入するのは難しいという理由で採用困難とされた。モノコック構造の導入も当時の鈴木が持っていた技術では難しかった。参考車両4車のうち消去法でベース車として残ったのは鈴木でも、 実績のある簡易な2ストロークエンジンを搭載し、エンジン本体を横置きにしているために、特殊ギアを要さず、簡易なバックボーンフレーム構造で、シャーシ製造の難度も低いと思われた、ロイト LP400 だけであった。当時、まだ戦後の混迷期を脱したばかりの日本では、ようやく二輪車の普及が本格化してきた、モータリゼーション初期段階で、 元よりタクシー用以外の乗用車需要はほとんど期待できず、四輪車といえばトラックなどの商用車がメインであった。ロイトはエンジンクラス、ボディサイズとも税金面などで維持の手軽な日本の軽自動車規格に比較的近く、前置きエンジン、前輪駆動方式でエンジン及び駆動系が前方にあるため、商用車化しても過失を大きく取りやすい。こうして、 生産と販路の両面の制約から、ロイトを手本に試作者を製作することが決まった。設計は、エンジンを稲川と、内山、トランスミッションを鈴木宏と、川島、ボディを島が担当した。軽自動車規格の制約で、当初、エンジンは 240cc 級で計画された。当時の2ストローク軽自動車の上限排気量であった、ことによる、 また参考になったロイトが強制空冷直列二気筒であったため試作エンジンも同様な二気筒とされた単気筒エンジンに比べれば振動面では有利であったこのクラスの強制空冷式エンジンには延伸式の白ッコファンが多かった時代であるがロイトは騒音が高くなるものの効率に勝る軸流ファンを使っており鈴木でもこれを模倣している エンジン設計自体はお手本のロイトエンジンの存在もあってさほど支障はなかったが実際のエンジン製作が問題となった。鈴木ではオートバイ用の小さな短気筒エンジン製作経験は十分重ねていたものの日本ではあまり例のなかった直列二気筒にストロークエンジンブロックの鋳造は食器部品の鋳造経験を重ねた。 スズキのベテラン工員たちの手にもあまり、失敗が続いた。やむなく当初の試作エンジンは、名古屋市に所在し、大小のエンジン製造経験が豊富な旧、三菱系の中日本重工業に、木型を持参して鋳造してもらったという。アルミ合金ピストンも一気筒あたり 100cc 超えで、自動車向けのサイズ、用途のものを自製してみたが、経験不足で冷感時と加熱時のクリアランス量率が、 うまくできず、最終的に社外のピストンメーカーに製作を委託している。ジョイントについては、不等足の L 型ジョイントを含めて一切、ロイトをコピーしたが、加工や強度確保に非常に苦心した。ジョイントを守るゴム製のジョイントブーツも日本車にほとんど、洗礼のないパーツで、後年まで耐久性確保に苦労したという。スプリングは、試作段階は、ロイトの 横置きリーフスプリング独立をコピーしたものの、市販時にはコイルスプリング独立に変更されているが、オートバイ開発の経験しかない鈴木では、自動車用リーフスプリングの十分な量産経験がなく、当初、ある程度勝手のわかるコイルスプリングを使わざるを得なかっただけである。また当初は伸縮ドライブシャフトに簡易なキーを設けて設計したが、明らかに 強度不足で破損続出、スプライン伸縮式に変更した。一方で、横置きエンジン車のため、作動装置のギアは、比較的単純なもので済んだ。そのための工作機械も、稲川の知人で鈴木を以前に退社して、関東の機械メーカーに転職した人物のつてを使い、中古の歯ぎり機を入手して済ませた。ダイナモなどの車載伝送品は、 国内メーカーの日本電装にロイトのパーツを日本で渡し、これを参考に製作してもらった。ベアシャシーにシートのみを取り付けた形での思想を開始すると、たびたび故障する部品の強化が図られ、ボディ完成直前にはこの状態での浜中一周走行に成功した。このような開発進行の間、鈴木道夫社長は頻繁に上京して監督官庁である。 運輸省を訪ね、調査や当局への根回しに努めるとともに、四十四輪研究室を訪れ、研究員たちよりも早朝から研究室に人ドルほどの熱心さで、研究員たちを特例したという。道代が自動車開発に、いかに就寝していたかが伺える。1954年9月、制作開始からわずか半年ほどで、ロイドを手本にした左ハンドルの試作車2台が、完成した。 試作者ボディは、戦前のオースチンベースの試作者を手掛けた経験のある、鈴木デイリの平岡ボディ社員の板金職人たちが、少人数の手叩きで作ってのけた。携帯はロイトに告示しており、寸法を軽自動車規格に調整したぐらいの際であった。エンジンについては、6月に社名を鈴木自動車工業に変更してからほどなく、試作 240cc エンジンが完成し、 焼き付きなどの問題に直面しながらも試行錯誤で実用水準への改良を進めた。しかし、元のロイトが 400cc であるのに、鈴木試作エンジンは 240cc で、軽乗用車のエンジンとしても、非力差を否めず、技術陣はこれを危惧していた。ところが1954年10月、軽自動車の2ストロークエンジンの上限排気量は、翌1955年4月以降、 4ストローク同様の 360cc に拡大されることが決定した。360cc にストローク車を軽自動車として市販できる見込みが立ったのである。このため鈴木でも急遽エンジンを 360cc 級にスケールアップ、ロイトに近い性能を確保できることになった。出来上がった試作車2台は浜松周辺の行動で早速テスト走行に入り、 耐久性問題の洗い出しが図られた。意を強くした鈴木道夫は、当時すでに輸入車ディーラーの代表格であった、柳瀬自動車の経営者、柳瀬次郎に自社の試作者の判定を仰ぐことを決意する。そこで道夫は、試作者を東京の柳瀬自動車まで自走させるという大胆な虚に出た。1五十四年十月二十五日午前二時、道夫社長の召集により、 鈴木三郎部長と稲川誠一ら四輪研究室メンバー5名が浜松市内の道雄の自宅に集められた。開発人一同は試作車2台に分譲乗,乗員以外の空きスペースにはスペアパーツや工具を詰め込んで、道雄社長を乗せた伴走車のフォルクスワーゲンと共に夜明け前の浜松を出発した。試作1号車は川島勇が、そして2号車は 鈴木三郎がそれぞれ運転した。車列は当時まだ悪路の多かった国道1号を大きなトラブルもなく走り続けたが途中最大の難所、箱根の山越えでアクシデントが生じた。1号車は校長に峠まで登り切ったものの2号車がオーバーヒートで焼き付きを起こしたのである。やむなく2号車に同乗していた稲川ら2名が下車、荷物も降ろし、マフラーを外して、 爆音を立てながら、途中幾度も休みを入れつつ、ようやく峠を登り切ったという。このため東京到着は遅れ、ゴールの柳瀬自動車芝浦工場下は実に夜11時となったが、柳瀬二郎は工場で自社スタッフと共に待機して一行を出迎えた。柳瀬は試作者を見分し、深夜の工場周辺で試作者を自ら乗り回すなど、して、 日付の変わった夜半過ぎまでテストを続けた。運転を終えた柳瀬は、試作者の改良すべき点をただ指摘しながらも返して、好意的な評価を与え、鈴木道夫と開発スタッフを力づけた。浜松出発からテストを終えるまでほぼ24時間、鈴ライト開発途上における最も長い1日であった。1955年4月には、 鈴木独自の2ストロークエンジンに換装した試作第3号車が完成。長距離試験を重ね、耐久性の問題を着実に解決していった。さらにボディバリエーションも商用型のライトバンとピックアップトラックが追加された。ステアリングも日本で通常型である右ハンドルに変更されている。こうして7月には名古屋陸運局に申請、7月20日付で、 運輸省のセダン、ライト版、トラックの形式認定を取得。軽自動車としては、第23号の形式認定であった。乗用車は、初めての4人乗り可能な4輪軽自動車となった。スズライトの名前の由来は、スズは、スズキの社名から、ライトは、軽自動車の、軽の英語訳を綴ったものである。なお、スズライトの最初のユーザーとなったのは、 発売翌月の8月にセダンを購入した地元、静岡県内のお前崎の女性開業医であったという。当時の軽自動車は、比較的容易に取得できる二輪車免許を持っていれば、運転できたため、普通自動車免許の運転講習を受ける暇のない、開業医が買い求め、往診の足に使ったのであった。宿願の四輪車開発を実現させた、鈴木道夫は、 1957年2月70歳を迎えたのを機に社長職を退き実家の家具店経営者として余生を送った。以後の鈴木自動車工業では娘向子の春蔵専務が社長職に就任、オートバイと軽四輪自動車の両面で徐々に業界の主要メーカーとしての地位を確立していくことになる。ありがとうございます。